りのおしゃべりワイドショー。皆さんこんにちは、小柳美恵です。平野早苗です。はい、結婚式を挙げたタレントさん、うん、また今話題になってるもん ね。あれからどうしてるんだ、今も入信しているんか、やめたのか、生活はどうしてるんだっていうのがね、うん、ずっと話題になっているけど、うん、合同結婚式の時に一番やっぱり話題になったのはあの女優さん、うん、タレントさんだけど、そう、ね、会見は出てる。これから結婚しますって言って、どんな人でも受け入れますって言った会見、私は結婚式終わった後もうずっと何回も何回も彼女の住まいに取材に行って、北陸のね小都市に住んでいたんだけど、私はね、だから統一教会の合同結婚式にこんな人たちが参加しますっていう有名人で、まあ出た後にそのまあ歌手俳優ねの人も名前が出たので、実家に行ってるんですよ。でお母さんのインタビューとか、お姉さんのインタビューとかもしてるんだけど、お母さんはとにかく反対だった。そう、でもその辞めてもらいたいっていう気持ちがものすごくあって、でインタビューも受けてくれたのね。でお姉さんのところに行ったら、なんとお姉さんはその彼女を誘った人なわけですわ。だからもうその統一教会にまあ、幹部と言えるぐらいのもうその宗教心の高い人 で、それはねあんまり答えてくれなかったのね。でもまあこの家族が一人そうやって強い信仰心を持っている人がいると、なかなかやっぱり難しいものなんだなと。最初、お姉さんが入信して、その時に、まあ、彼女の家族は全員反対して、そのタレントさんもものすごいお姉さんを返してほしいってすごい動いたんだけど、お姉さんの信仰は固くて、で彼女がデビューして東京に住むようになって、お姉さん夫婦の家に行って、あのお姉さんのその生活生き方とか夫婦関係が自分の理想だって言ってて、徐々に入っていったっていう話だよね。その時にね、私がちょっと思ったのは、やっぱり芸能界ってすごくこう競争も激しいところだし、その中で生き抜いていくっていうことにものすごくこうプレッシャーもあるかもしれないし、苦悩もあるかもしれないし、やりたくないことももしかしたらやらなきゃいけないってこともあるかもしれないし、そういうのを乗り越えるためには何かその信ずるものが必要だったのかなとも思ったのね。あのね、結婚式が終わった後に、その彼女がそのご主人と一緒に暮らすっていう婚姻届を出すっていう時に、まあ今で思うと最後の会見になったんだけど、ツーショットでその北陸のそして会見を2人でやったんですよ。その時私も言ってるんだけど、その時に彼女がね、結婚して何が良かったかっていうと、私は芸能界でずっと肩肘張って頑張って生きていたのに、今この人と一緒になったらものすごくなんか肩の荷が下りたように楽になったっておっしゃったのは、私すごいやっぱり印象に残ってたし、で本人にも単独インタビュー、どうしてもやっぱり私たちはその霊感商法とその統一教会の広告塔になっていたっていうことを絶対聞きたかったから、もう私本当に何回も何回もやっぱりインタビュー申し込んだんだけど、彼女はもう単独インタビューはダメっていうことで、代わりにご主人は結構インタビューに応じてくれたりとかしたのね。もうインタビューあのカメラの前でも応じてくれたし、それからカメラなしでもやってくれたんだけど、自分の結婚相手があの有名なタレントさんだから頭真っ白になったって、でもあのその後ね、あの何回も会ううちに、なんかまあ、あの自分たちはその教義を守りながら、まあ、家庭を築いていくみたいなことをおっしゃってたんだけど、やっぱり2人でね、彼女の実家に行ったことがあるんですって、最初ね、結婚する前に、そしたらやっぱりお母さんがすごく反対した、結婚は認めるけど、教会はやめてほしい、教会員だっていうことは認めないっていうことを言われたんですよっていうのは言ってたね。あのスポーツ選手だった彼女も、あの、教会のね、割とこういいポジションにいる男性とマッチングだったんだけど、あの人たちってさ、やっぱり恵まれてるって思ったのは、その数ヶ月前にこの人ですよっていうことを言われて、大体相手のことを知っていて、そうやってお互いにね
あの何回も会ったり、うん、親にあの紹介したり会いに行ったりっていうことができるわけで、うん、やっぱりその辺はまあ恵まれているんだなと思うし、うん、まあ、私からすると割とイケメン同士、うん、それから、うん、あのちょ生活も、うん、あちゃんとこう成り立っていくような、うんうん、そういうところをきっちりと選んでやってるっていう会社を経営してたし、私もその会社何度も行ってるけど、うん、でもね真面目なの。あそうね、とにかく真面目な人、うんうんうん、まあ競技でお酒とか、うん、なんかタバコも一切ダメって言うと、とにかくすごく誠実って真面目な人、うん、でも結局そういう人が信者に多いんだよ ね。あのそのタレントさん、タレントさんは絶対にやっぱり芸能界に未練があって復帰したいと思ってると思うの、うん、で、福井県の小さな都市に住んで、それから神戸に行って東京に来た時に、もって今東京にいるんだけど、東京に来た時にエッセイ集を出してるんだよね、うん、でちょっとあの知り合いの芸能関係の人にもコンタクトを取ったりして、うん、やっぱりもういよいよ復帰かみたいな時に、やっぱり統一教会の霊感商法の被害者の方たちが絶対に反対っていう声があってできなかった。それからね、2017年にも博品館劇場でね、うん、あのスクリーンミュージックの宴っていうところで彼女はゲストとして出てる、私もそのコンサートも取材も行ってるし、コンサートもあの聞いたんだけど、歌がねもう本当にねブランクがあるなんて思えないぐらい上手くて、うん、彼女が主演したそのミュージカルも歌ってるし、自分が歌ってヒットした曲もあって、もう情緒たっぷりに、うん、それからその舞台の MC ってこうしゃべりあれなんかもものすごく上手くって、どんだけ努力してるんだろうって、毎日ボイストレーニングやったり、うん、歌の練習したりとか絶対やってると思うのね。でもうやっぱりその会場には霊感商法の被害者の人たちがすぐコメントを出して、絶対広告塔になった人芸能界復帰は認めないっていうことで、うん、それはもうそのままになって、 その翌年もデビュー45周年のコンサート1回やったんだけど、あのやっぱりね復帰はできないと、うん、ファンの人たちってどういう気持ちなんだろうね。もういいんじゃないかって、結構ファンの人たち復帰がもういいんじゃないかっていう、じゃなくて、うん、あの統一教会の問題はもういいんじゃないかって言ってる人が多い、うん、とにかくあれだけ ね、あれだけね歌もうまいしね、魅力のある人なんだから復帰してほしいっていう、それはもうファンの人だから ね、私やっぱり思うのは、うん、芸能界で、宗教にものすごくこう傾倒してる人たちって、うん、たくさんいるじゃない、うん、あのいろんな宗教を信じるのは、うん、それ何の問題もないことだと思う、うんうん、でしょ、うん、だから彼女も信仰心があるのはいいんだけど、うん、結局さ、その宗教が何をしてるかっていうところが問題で、うんうん、そこに目を向けてないところがまずいんじゃないの。あの当時その勧誘の方法として、あの印鑑商法っていうのすごいあったじゃない、うん、要するに向こう町のちょっとしたコーナーで、あの印鑑を占いますと、で印鑑を自分の持ってた印鑑を見せると、いやこれじゃあ運が良くないわ、これも病気になるとか、あなたはこれからなんか幸せなことがない、新しい印鑑にすると運が開けるって言って、その印鑑が50万とか60万とか、でもそう言われるとやっぱり買っちゃう人いるんだよね。いるよね、うん、そこから入信する人っていうのが結構、うんうん、地方に出かけてって、あの人たち車に乗って地方に出かけてって、うん、自分たちはもう車の中で寝泊まりしながら、朝になったらそういう珍味売りに行ったり、なんかそのこうね他のものを売ったりとか、そういうことを活動として何ヶ月もああいう生活をしてるみたいな人たちがいるわけじゃない。で収入は全部上にでしょ。この現世じゃないんだって、あなたがそう現世で幸せになるんじゃなくて、そのあの世行ってから幸せになるために今やるっていう、そうだから今の世の今生きてる時には幸せにならなくてもいいっていうさ、あ、そうなの、そういうことになっちゃうわけよ。あ、そう、うん、だって今回あの、あれだよ、事件を起こした人のお母さんも、あの信仰はやめませんって言ってるみたいな。あ、そうなのよね。こんな事件にもなってんのに、あの自分がやった行為が、まあ、引き金になってるわけじゃない、それでもそうやってやめませんって言えるっていうのはさ、どうなってるの怖いよね、本当にどうなってるのって聞きたいね。ちょっとさ、私もう今回の事件はさ、もう本当にその動機とかそういうさ生い立ちを聞くと、もう
胸が潰されるぐらいちょっと辛くなるよね、うん、だって家に食べ物がなくなって、うん、おじさんのところに電話してお母さんは韓国に、うん、あれ奉仕かなんかで行くんでしょ、そうそうそう、で1年ぐらい、まあ、今回もねそういう同じような境遇の人の話をいっぱいネットでなんかで出てたんだけど、うん、もうネグレクトだよね、うんうん、そうだよね、そういうことをしてたら本当に家族は崩壊してしまうじゃない、うんうんうん、そこに気がつかないのかな、うん、でも家族のためにやってると思い込んでるからね、ただその勧誘のもう一つね仕方ね、今もう30年前と変わってないんだなと思うけど、いろんな名前で勧誘してるじゃないですか、名前団体、うん、あ団体ね、団体のね、うん、元は統一教会に結びついてるうちの関連団体ですっていうような言い方を今回会見でもしてたけど、うん、あの30年前も世界平和なんとか婦人連合とか連合とかいろんなのがあって、うん、それは番組でやったことがあるの、こんな、団体名で勧誘してますみたいなことをね、うんうん、言ったらそれはすごい反響があって、うん、私のお友達のお母さんもそこに入ってて、うん、かなり寄付をしたことがあって、はいはい、すっごいびっくりして、うん、まあ、やめたみたいな話とかね、うん、あった、やっぱり、うんうん、統一教会と全く結びついてることを教えられなくて、うん、あの世界平和って言うと、うん、なんか人のためになんかやれるみたいなイメージを持ってたらしくて、でまあ、そういう教えもあったりするから、あの寄付金とか献金とか結構してた人がいたんだよね。だからほら、あの大学だってさ、うん、原理研とかって、そうそうそう、そういうところからこうスタートして、うん、何に進んでったら統一教会っていうね、うん、そこまでは絶対伏せてるから、そう、うん、それはもうやり口だもん ね。だから宗教自体はね、その否定するものではないけど、うんうん、やっぱりやってることが何かっていうのはあのちゃんと見てった方がいいよね、信仰するにしてもね。皆さん、チャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いいたします。